Welcome to Life in Imizu. みなさん、こんにちは。Life in Imizu へようこそ。Imizu市国際交流員クレア・エイブティンです。私はよく、どうして日本語の勉強を始めたのですかと聞かれます。理由は、ずっと外国語に、特に言語の異なる考え方に興味があったからです。今日の番組では、私が気づいた日本語と英語の言語の違いについて少し紹介したいと思います。英語では日本語よりも細かく種類ごとに単語が表現される場合があります。例えば、日本語で爪という言葉は人間でも動物でも爪と言いますが、英語では人間の爪は nail、動物の爪は claw、 鳥の爪は talon と言います。このように日本語では単に爪という言葉でも、英語では複数の単語で表現することになります。他にも日本語のネズミは種類によって単語があります。例えばマウスは一般的に小さくて可愛らしいネズミを表しますが、汚いところに忍び込む大きなネズミは rat と言います。どちらもネズミを表す言葉ですが、単語によって漢字が全然違うものになります。ワニも英語で2つの言葉があります。 alligator やクロコダイルといい、ワニの種類によって使い分けます。日本語の困るという言葉ですが、英語にそのまま直訳できる単語はありません。辞書で調べたら to be troubled が出てきますが、困るというよりは悩むに近い意味になります。To be in trouble だともう少し困るに近い意味ですが、叱られるという意味で一般的に使われています。To be stuck の意味が一番近いですが、少しニュアンスが違います。日本語ではたくさんの言い方があるものでも、英語では一つの単語でしか表せないものがいくつもあります。その一つとして英語で seaweed という単語は、日本語では海苔、わかめ、昆布、ひじきで表現できます。それでは海苔やわかめなどを英語で正確に伝えたいときはどのように言うのでしょうか。実は西洋人が日本料理のレストラン以外に海藻を食べる習慣はあまりありません。そのため、細かく分けて言う必要がないのです。どうしても伝えたい場合は、日本語を借りて、わかめや海苔、昆布、ひじきと言います。今月の Life in Imizu は以上です。来月まで、See you in Imizu. Bye bye!